ああそら、おいだなったな。少しじらしてやるかな。はい、どなた？あたしよ。あたしじゃわからない。第一夜中に騒々しいよ。安眠妨害だ。僕は眠くてしょうがないんだから、明日にしておくれ。そんな意地の悪いことを。何をぐずぐず言ってるんだよ。まあ早く用事を言いたい。ご存知のくせに。知らんよ。じゃあ聞いてちょうだいね。ハロー、ハロー、あたしあなたの言葉で嬉しい心躍る。なんだ、くだらない。くだらないなんて、ずいぶんね。あなたさっき私を心から愛しているとおっしゃったじゃありませんか。そんなことをおっしゃいましたがね。しかも熱烈によ。うぬぼれちゃいけませんよ。でははっきり言っておきますがね、僕の頭の中には君の存在なんかちっともないよ。あら、それはさっき私が言ったことよ。ごめんなさいね。うるさい。僕はもう今眠いんだよ。いいわ、いいわ。あなたそんな白人なこと言うんなら私死んじまうから。あ、ご遠慮なくどうぞ。あ、悔しい。あれ、これいけない。とうとう電話来ちゃったよ。これは少し薬が効きすぎたかな。あ、もしもし、もしもし、ハロー、ハロー、もしもし、もしもし。もう電話なんかかけないでください。いや、待ってください。今のはみんなあれは冗談ですよ。知らないわよ。いや、実はね、僕はあなたなしでは一日も生きてはやらないんです。あなたは僕の太陽です。お、我が太陽よ。まあ、あなた本当？本当ですからね。ね、いいでしょ。何が？ねえ、明日ゆっくりやってくださいよ。嬉しいわ。どこで？僕も嬉しいです。ほら、あら、あそこでね。待っていますわ。サンキュー。じゃあ明日ね。きっとよ。オーケー。ではぐっすりお休みください。あなたもね。さようなら。ああ、とうとう夜が明けちゃったよ。